アリスティデス・でソーザ・メンデスアリスティデス・でソーザ、メンデス・ド・アマラル・エ・アブランチスは、ポルトガルの外交官。ドイツ軍侵攻下のフランスで本国の命令に反して、ユダヤ人を含めた難民にビザを発給したことで、多数の人を救ったことで知られ、ポルトガルのシンドラーとも呼ばれる。諸国民の中の正義の人。アリスティデス・でソーザ・メンデスは、 1885年7月19日、ポルトガル王国のカバナセデビリアとの上流階級の家庭に生まれた。その後外交官となり、サンフランシスコ、ザンジバル、アントワープなどで勤務した後、1938年8月に、フランスボルドーの総領事となった。1940年5月、ドイツ軍がベネルクス三国を呼び、フランスに侵攻を開始した。 そのため体制の避難民が西へ向かい、スペイン、ポルトガルを経て、アメリカ大陸へと逃げ出そうとしていた。しかし、ポルトガルは連合国、数軸国の両者に挟まれた立場にあったため中立を宣言しており、エスタ・ドノボの首相であったアントニオ・サラザールは避難民、特にユダヤ人へのポルトガル通貨ビザの発給を禁止していた。それに対してメンデスは、 1940年6月16日から23日の間、本国からの命令に逆らって避難民に対してポルトガル通貨ビザを無料で発行した。メンデスはすでに政府の命令に反してビザを発給した過去があり、次に行えば厳しく処罰すると警告を受けた上での行動であった。メンデスの行動は部下や家族からも反対され、 本国でも問題視されつつあったが、それでもメンデスはビザを発給し続け、3万人以上の難民に脱出の手助けを行った。うち1万2000人がユダヤ人だった。最後には、初期官も元大長にビザ受給者の名前を書くことを諦め、登録料の支払いも求めなくなるほどであった。また、フランススペイン国境を警備するスペイン兵と、 交渉して避難民が逃亡できるよう図ったり、部下であった在番4の領事に避難民にビザを発給するよう命じたりした。メンデスは一切取り繕うことなくビザを発給し続けたため、本国ですぐに問題となる。エスタドノボ政府は1940年6月23日、メンデスの発給したビザを無効とした。また、懲罰委員会によって、 正規を失った人物として非難された。生命の危険にさらされた、避難民を救う人道的な行為であったという、メンデスの訴えは知りけられ、公務員はいかなる理由があろうとも、命令に疑問を呈する資格はないとして、懲戒免職の処分を受け、失職せざるを得なくなった。失職後のメンデスは12人の子供を抱え、経済的に困窮することとなる。 友人たちからも見捨てられ、近親者からも、その行動を非難され、遺廃者のお名と借金を背負ったまま失意のうちに、死去した。しかし最後までビザを発給したことは、後悔していなかったとされる。死後の1966年、イスラエルより、諸国民の中の正義の人の称号が授与された。独裁政権崩壊後の1984年、本国でも名誉が回復され、 自由勲章を授けられた。1988年には国会が満場一致でメンデスの名誉回復を決め外交官としての地位を回復した。サラザール内閣で海外領土省だったアドリアーノ・モレーラは民主的に選ばれた政府に命じられた命令であっても人間的価値に反する行動を取ることはできないと。 発言し、ニュルンベルク裁判でのナチス戦犯と対比して、メンデスを称賛している。くしくもこれは、懲罰委員会の発した、懲罰理由とも対比をなす発言である。1995年には、メンデスを記念した切手が発行された。ポルトガルには、メンデスの名を冠した通りが8つ、中学校が1つあり、オーストリアのウィーンにも、彼の名を冠した広場がある。 ありがとうございます。